今回は、高橋克彦の短編集、お神戸にエゴ読みから、神かかりを、朗読します。聞いてよ、お紅ちゃん。神様ってのは本当にいるもんなんだね。まあ、売れっ子芸者だったお紅ちゃんが船場の旦那と添い遂げて武家の奥方になったのもやっぱり神様のおぼし召しなんだろうけどさ。にしても神様は本当にいるんだね。どうしたの、しずちゃん。柳橋でまた何か変わったことでもあったの？それがね、料亭の花村にいたおその姉さんのとこに家出息子がひょっこり戻ってきたの。え、京平ちゃんが？いつ？2日前。神様がいるってのはそのことよ。病気のおその姉さんを気の毒に思って神様が京平ちゃんを戻してくれたんだわ。おその姉さん、そんなにいけないの？医者の見立てじゃあと10日も持たないだろうって。じゃあ京平ちゃんが戻ったのもそれを耳にしたから？違うのよ。だから神様のおぼし召し。2日前の夜のことよ。花村に浅草の番屋から問い合わせがあったの。店におそのという仲居が働いているか、それに年格好は17、8で京平と名乗る男に心当たりはないかってね。花村の女将がうなずくと、その男を預かっているから番屋に引き取りに来てくれというの。確かにおその姉さんは花村に勤めてたし、京平ちゃんは姉さんの一人息子には違いないさ。けどおその姉さんは重い病にかかって店を辞め、京平ちゃんは3年前姉さんの元から飛び出てる。引き取れと言われても迷惑な話よね。すると番屋の男は意外なことを口にしたの。京平という男は自分の名前の他は柳橋の花村にいるおその姉さんしか覚えてないんだとね。頭に大きなコブができてて、どうもそのせいで記憶をすっかりなくしたみたいなの。それで花村のおかみが店の若い衆に命じて京平ちゃんを引き取り、姉さんの暮らしてる柳橋近くの長屋に連れてったって、まあそんな話なのよ。京平ちゃんはそれから？おその姉さんに会った途端いろんなことを思い出したそうよ。と言っても姉さんのとこから家出する前までの記憶だけらしいけど、でもかえってありがたい話さ。家出前は評判の孝行息子だったからね。きっと神様がポンと頭を叩いてくれたんだよ。全部思い出せば姉さんのことなんか放って逃げちまう。まさか死にそうな姉さんをそのままにしていくなんて。だけど家出してからの3年間どこで何してたかわからないのよ。花村の若い衆の話では背中に彫り物をして、おまけに5両という銭まで持ってたと。まあそんな大金を？
18の男がまともに働いて手にできる金じゃないよ。もっともおその姉さんに養生してくれと五両そっくり差し出したそうだけどね。どこかで盗んだ金にしろ、姉さんにとっちゃ死ぬほど嬉しい言葉さ。諦めてた息子が戻って最後を見取ってくれるんだ。おその姉さんの心根が天に届いたとしか思えない。だけどそのお金の出所が心配ね。浅草の番屋も目を光らせてるわ。でもおその姉さんのことが済むまではと遠巻きに。ここで親子を引き離せばそれこそ神様の罰が当たるもんね。京平ちゃんが見つけられた時の格好は？さあ、特に汚かったとは聞いてないけど。そういや、お子ちゃんは随分京平ちゃんを可愛がってたわよね。気になるでしょう。おその姉さんに似て昔からキリッとした顔立ちだったから、長屋の娘たちも騒いでるらしいわよ。会いに行ってみる気はない？どうして私が？グレる以前の京平ちゃんに戻ってんだとしたら会ってみたいじゃない。あの子だって私たちに会いたいに決まってるわ。何度もそばや菓子をご馳走してあげたし、それに京平ちゃんはお紅ちゃんのことが好きだったんだから。おしずちゃん、おっと口が滑った。じゃあおその姉さんの見舞いならどう？ええ、でもかえって迷惑じゃないかしら。寝たきりで相当やつれたって聞いてるわ。姉さんもそういう姿を人に見せたくないでしょうし。お紅ちゃんなら喜ぶわ。花村でお座敷がかかるとおその姉さんの部屋に立ち寄っては遊んで帰ってきたじゃない。花見や神社参りにもよく誘い合って行ってたでしょ。そうだけどおその姉さんにはずっと会ってないの。姉さんが倒れたのは船場の家に嫁いでからのことだったから気にはなってたんだけど。行こうよ。私もお見舞いはまだなの。それに本音を言えば私も一人じゃ怖いんだ。骨と皮だけになったという姉さんの顔を見るのがさ。京平ちゃん？京平ちゃんなの？大人になったわね。私たちのことがわかる？おしず姉さんにおこ姉さん。よかった、ちゃんと思い出したのね。今日はお紅ちゃんが来てくれたんで一緒に姉さんのお見舞いに来たの。すると八丁堀から。わざわざ遠くからどうも。あ、姉さんの具合はどう？起きてます。会ってくれますか？当たり前よ、そのために来たんじゃない。あ、そうそう、背中に彫り物があるんだって。あんたこの3年間一体何してたの？亡くなったお父っつぁんのためにも立派な鏡作りの職人になんなきゃダメよ。後を継いでもらいたいから鏡に平らで京平って名をつけたんじゃない。まあちょうどうまい具合に3年間のことを忘れたんだから、これからは真面目におやんなさい。おっかさんだってあんたが鏡職人になるのを望んでるに違いないよ。おその姉さん、かわいそうだったわね。たった二月であんなに痩せてしまうなんて。けど、いきなりああなったわけじゃ。頑張り屋だったからずっと我慢してたのよ。痩せ始めたのには気づいてたけど、断食して願をかけてると言ってたから、てっきり京平ちゃんのことだと。断食は言い訳で、もう食べれなくなってたのね。あの頃医者にかかるよう勧めてたら。でもおその姉さんのあのお布団、花嫁道具のような真新しいふかふかの布団だった。
あれ2両はするわよ。助からないならせめて布団をと思ったのね。一生に一度の贅沢だ。姉さんになら惜しくない。京平ちゃんもよくやってくれたよ。切り花もたくさん飾られてて気持ちのいい部屋だったわ。京平ちゃんの気持ちきっとその姉さんにも伝わってる。あの彫り物さえなけりゃね。これからどうする気かしら。京平ちゃん鏡職人の仕事を続けてたんじゃないかしら。京平ちゃんの体から昔と同じ匂いが。鏡を磨く研ぎ粉の匂いよ。あれって鏡だけに使うの？知らないけど京平ちゃんだったらそうじゃない。すると改心したってことか。でも鏡職人だったらなおのこと五両も持ってるなんて変よね。そうよね。帰ったらお父様に相談してみようかしら。お父様っておこうちゃんの旦那の？ええ、今は隠居されてるけど昔はやり手の同心だったお方だからきっと何かいい知恵を。鏡職人が五両もの大金をね。はい。まこと当人が忘れているなら番屋とてしょっぴくことはできまい。身分不相応な銭を持ってるというだけでお縄にしていたら労がいっぱいとなる。彫り物とて無法者ばかりがするものではない。心底悪いものであればたとえ記憶をなくしたところで母親の看病はせぬだろう。ええ、ただ一つ気になることが。京平ちゃん、いえ京平は私が柳橋ではなく八丁堀から来たことを承知していました。それに私が芸者を辞め当家に嫁いだことも。となると近頃のことを忘れてはいないのではと。眉を落とし歯を染めておれば武家の嫁になったと誰にもわかる。柳橋に戻ってから誰ぞに聞いたとも考えられよう。第一、なんでそんな嘘をつく。すねに傷持つ身ならそもそも番屋の前をうろついたりすまい。黙って母親の前に現れ看病すれば済むことだ。それはそうですね。頭を打って物事を忘れるのもままあること。番屋とて傷を確かめたはず。まず心配はない。反対に当節珍しい孝行者として奉行所から褒美を与えられるかもしれんぞ。堅物のご老中松平定信様が聞けば喜びそうな話ではないか。京平は本当に優しい子供ではあったのですが。だったらなんで母親の元を飛び出た。お園姉さんを本気で好きになってくれた人が現れて、姉さんは断ったんですが京平がずっとそれを気にしていました。母親のことがよほど好きだったと見えるの。ええ、母親もまた一人の女であるということに耐えられなかったのだ。15の年にもなってそう思うとは。だから頭を打っても母の名だけは忘れなかったのだな。ついの昼のことさ、京平ちゃんに神様がついちまったんだよ。長屋の連中に京平ちゃんが今日は両国で暴れ馬の騒ぎがあるんで近寄らない方がいいと注意したのが始まりさ。
実際その日に両国で二段を引いていた馬が人混みの中を暴れ回ったんだ。それからというもの、恭平ちゃんは次々と先のことを言い当て始めてね。半信半疑だった連中も、神隠しにあった赤子がお稲荷さんで見つかると聞かされ、本当にそうなった時はさすがに驚いたわよ。何しろ恭平ちゃんが予言を口にしたのは、まだその赤子が姿を消す前のことだったからね。それで恭平とやらは他にどんなこと？ひったくりに遭うから気をつけろと言われた娘もいます。それも的中しました。多分頭のコブのせいなんでしょうね。恭平ちゃんも自分で首をかしげてます。恭平ちゃんに会ってきたの？その足でここへ。お紅ちゃんなら信じてくれると思ってさ。通り油町の大宮に明日の夜押し込みが入ると恭平ちゃんが言ってるの。大宮ってあの大きな呉服問屋の？お紅ちゃんの旦那に伝えておくれよ。先輩一之進様は吟味方の筆頭与力で偉いんだろ。聞いたからにゃ放っておけないじゃないか。そう言われても。これだけ当たってんだよ。私が奉行所へ行ったって追い返されるだけだ。恭平とやらを疑うわけではないが、ちと厄介じゃの。そもそも押し込みは火付盗賊改めの管轄。じゃあ知らぬ顔をするんですか？いや、ともかくせがれの一之進が奉行所から戻ったら話してみよう。聞いた以上は捨てておけぬ。面倒な話を持ち込んで申し訳ございません。何も考えず船場の旦那を頼りにしたりして。いやいや、かまわん。十手門はそれが役目。嫌な顔をするようならわしが一之進を怒鳴りつけてやる。明日の夜にはまだ間があります。屋敷の者を一人借りてもよろしゅうございますか？大宮の様子を調べさすつもりか？はい。私には押し込みが本当にあると思えてきました。だから確かめてみたいことがあるんです。恭平の予言が当たりましたわね。たまたま通り油町界隈の夜回りに当たっていた北町奉行所の同心が大宮の裏手に潜む怪しいものを見つけたとか。表向きはの、一之進に頼んで同心三人と取り方25人をこっそり配備させたのだ。たまたまと世間に繕ったのは火付盗賊改めへの配慮と予言に奉行所が動かされたのではないと示すため。この取り物騒ぎは今江戸中の評判だそうでございます。取り調べは火付盗賊改めが進めておるが、一味の一人は大宮と関わりがあることが判明した。甲府の生糸問屋に働いていた男で、以前しばしば大宮を訪れていたそうだ。ところでお園とやらはどうした？おしずちゃんから知らせが。ゆうべ息を引き取ったそうです。
勢の人が葬式に集まってくれるなんて、やっぱりお園姉さんの人柄よね。そうね、京平ちゃんもいい親孝行ができてよかったわね。ありがとうございました。お忙しい身でしょうに。今日は柳橋の芸者お甲に戻ったつもりで来たんだよ。後で少しだけ付き合ってちょうだいね。一関地域で聞くなら一関 FM85.5MHz もしくは室根 FM86.4MHz でクリアな音声で広大な一関エリアをカバーしています。 IBC 一関 FM85.5MHz 室根 FM86.4MHz。 京平ちゃん、へえ、やり直すんならけじめをつけないといけないよ。おこお姉さんには全部バレてるみたいですね。最初会った時、私が遠くから足を運んだって知ってたでしょ。私が柳橋から八丁堀に移ったのを知ってるなら、この何年かのことを忘れたってのは嘘になる。そこに今度は神がかりの噂けど、よく考えてみると全部その気になればできることばかり。馬を車から外したり、赤子をお稲荷さんに隠したりね。そして大宮の一件、私に伝われば奉行所が動く。でも大宮とあんたの関わりだけが解けなかった。けど分かったんですね。簡単だったわ。こういう都市格好と人相の鏡職人が出入りしてなかったかと問い合わせただけ。呉服問屋に鏡はつきものじゃない。大宮はすぐにうなずいたわ。鍋町の鏡師に弟子入りしている若い衆のことだろうってね。真面目な暮らしをしていたんならどうしてこんな面倒な真似をして戻ったのさ。お園姉さんなら手をついて謝れば許してくれたよ。そのつもりだったんですけど、聞いた時は遅かった。一月も持たねえ体だという。今のまんまじゃおっかあに合わせる顔がねえ。一発の鏡師になって喜ばしてやりてえと思ってたんだ。そんな時、悪い野郎にそそのかされた。大宮の図面を描いてくれたら五両やると。それだけありゃおっかあに何でもしてやれるけど、図面を渡しちまってから後悔した。抜けると言い張ったが向こうは許さねえ。ボコボコに殴られた上、無理に五両を懐に押し込まれた。これでお前も盗っ人の仲間だとね。その時にできた傷なんだね、頭のコブは。本当に半日は自分が誰かも思い出せなかった。それで思いついた。忘れてるふりをすりゃ押し込みとも無縁でおっかあの世話ができる。そこに私が現れたっていうわけだ。姉さんが与力の旦那と一緒になったのは耳にしてた。おっかあを見送ってしまうまでは捕まるわけにはいかねえ。お縄になりゃおっかあが苦しむ。だから知恵を絞って神がかりの話をでっち上げたのね。けどオイラと大宮の関わりまで突き止めたんなら、なんで奉行所がオイラを捕まえに来なかったんです？盗みに入ってもいねえものをどんな嫌疑でしょっぴけと言うんだい。お父様、いつからここに？最前からだ。可愛い嫁の身を暗示で待ってまいった。これ、京平。へい。お前のおかげで悪党を退治できたようなもんだ。図面のことは見逃しにできねえが、途中で抜けたのもこの耳でしっかり聞いた。
悪いようにはしねえよ。葬式を済ませたら奉行所に出頭しな。俺から話をつけておいてやる。こんな半端もんにそこまで情けを。ありがとうございます。今頃はおっかさんもいいせがれを持ったと喜んでいよう。そいつは俺が請け合うぜ。親父さんの後を継げるよう踏ん張ってみるんだな。それではまた次回お楽しみに。